上がりました。はい、今日も今から何回かも入ってますが、ムーニーマンのスーパービッグの分を入っていきます。ベリーズがなかなかなくなりません。新しく開封するたびに動画をアップすると、以前お話ししたので開封します。せーの、あ、これムーニーの後ろ側撮ったことないような気がする。大きいお子様でもゆったり履けて下着のような快適さ、35キロまでのお子様も履ける安心サイズ、ビッグより大きいサイズよりも一回り大きい安心設計、ゆったり履けて快適に過ごせます。はい、たっぷりおしっこも安心のワイド吸収体、体に合わせた設計の吸収体採用で一晩中のおしっこもしっかり吸収、下着のようにシンプルデザイン、男の子が気に入るかっこいいデザイン6種類ということで、今回のは恐竜ですね。ちょっと後ろのがおもちゃがいっぱい落ちてるのがとっても気になりますが、はい、自分で足を、ちょっと立て膝して一回ちょっと直す、ちゃんと。クク、そこのあれ取ってくれ、後ろにパジャマがはーちゃん。履きます。このちなみにこの上でハイハイ吸って、これ傷ができました。うん、まあ擦れるんよね。でもね、これちょっと荒いけん傷ができやすいんやけど、これ引いとかんと畳がもう擦れて、もういいです、畳がやばいんよね。しょうがないね、はっちゃんね。あ、実はそうよ、そこもこれですらもうボロボロになるけどね。はい、じゃあハヤトさんのおもちゃ箱とか空気入れとか本とか、もうスライムとかおむつとかぐちゃぐちゃです。あ、そうそうそう、そういえばこの子は、前買いました。ナイス。はい、パジャマ着てください、寒いんで早く。